今回は2025年に原付が廃止されることについてお話しします。原付や原チャなどの名称で知られる原動機付き自転車ですが、皆さんは2025年に原付バイクが日本から姿を消すという話を耳にしたことはありますか？原付のユーザー数は2024年現在約500万人にも及び、原付は私たちの生活に身近な存在です。ではなぜ2025年に原付が日本から消えてしまうのでしょうか？今回は原付の2025年問題にフォーカスし、その背景やネットの反応について詳しくお話しします。動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。2025年に原付バイクが消える、2025年問題とは。2025年問題とは、令和2年排ガス規制を背景に日本の二輪車業界が直面している大きな転換期を指します。この規制は環境負荷の低減を目的としており、二輪車メーカーが原付一種 50cc の生産を終了することを余儀なくされました。ホンダも2025年5月で原付一種 50cc を生産終了すると発表しました。これにより日本独自の移動文化の象徴であった 50cc バイクが市場から姿を消すことになり、国内外での移動手段としての選択肢が大きく変わることが予想されます。原付バイク生産終了の理由。ではなぜ長年日本で普及してきた原付の生産が終了するのでしょうか？原付バイクの生産が終了する大きな理由は、令和2年度排出ガス規制です。2019年2月に国土交通省は新たな排出ガス規制である令和2年度排出ガス規制を公布、施行しました。令和2年度排出ガス規制は2020年の1月1日からスタートした欧州の二輪排出ガス規制であるユーロ5とほぼ同水準の規制です。この規制は地球環境への影響を最小限に抑えることを目的としており、新型車両に対しては2020年12月から、そして継続生産車両に対しては2022年11月以降に生産されるバイクへ適用されることとなりました。この結果、技術的な課題や経済的な理由から規制に対応することが難しい一部のモデルは販売終了したのです。そしてこの排出ガス規制が2025年11月から原付一種にも適用されます。原付一種とは排気量 50cc 以下のバイクを指し、日本の街中でよく見かける手軽な交通手段です。原付一種にも適用されることで、各メーカーが技術的経済的課題に直面し、結果的に生産を続けることが困難になります。この令和2年度排出ガス規制は欧州を中心に採用されているユーロ5規制とほぼ同水準のものであり、国際的な基準に沿った厳しい規制といえます。先進国においてはこのような排出ガス規制の採用が事実上の義務となっており、二輪メーカーにとっては避けて通ることのできない重大な課題です。この規制に適用するためには、二輪メーカーは車両の設計変更や技術開発に莫大なコストを投じる必要があり、そのコストを回収するためには同一モデルを多くの国や地域で販売し、さらには車両価格を引き上げるなどの対策が必要となります。しかし国内市場専用であり、かつ比較的低価格であることが求められる原付一種においては、これらのコストを効果的に回収することが非常に困難です。さらに排気量が小さいことから、排出ガスの浄化技術の適用が技術的にも難しいとされています。このような背景から原付一種のみが令和2年度
排出ガス規制の適用から一時的に猶予期間が設けられていましたが、交付から4年が経過した現在でも、主要な二輪メーカーが販売している原付一種のほとんどがこの規制をクリアできていないのが実情です。また日本国内及び世界市場における原付の需要が大幅に低下していることも原付がなくなる大きな理由です。1980年代には国内市場で約300万台が販売されるなど、原付は日本人の生活に密接に関わる移動手段として根強い人気を誇っていました。しかし2020年にはその販売台数が約16万台にまで急減し、かつての勢いは見る影もありません。この販売台数の減少は移動手段の多様化が原因として挙げられます。特に電動自転車や電動キックボードなどの新しい選択肢も市場に登場しています。また国際市場に目を向けると、 50cc クラスのバイクへの需要も同様に減少傾向にあり、原付はもはや日本独自の特異な存在、ガラパゴス規格と化しているのが現状です。原付免許で 125cc に乗れる？以前から議論が重ねられてきた原付免許で 125cc モデルを運転できるようにするという提案について、警察庁の検討会が具体的な結論を公表しました。その結論として、出力を 4kW、 5.4PS 以下に制限した100から125cc のモデルを新基準原付と位置づけ、これらを原付免許で運転できるようにする案が警察庁によって認められたのです。結果ではこの新基準原付の運転特性が現行の原付とほぼ同等であると評価しました。その上で現行制度をベースに新基準原付を原付免許で運転できるカテゴリーとするために、道路交通法体系の見直しを行うこと、新基準原付が現行の原付と整合性を持つように関連する諸制度を改定すること、外見上の識別、車両法体系の区分など、出力制限を前提とした区分において不正改造を防止するための適切な措置を講じ、それが判別可能であるように取り組むことと結論付けています。同時に公開された走行評価資料では、新基準原付の試験車両である車重と車格のある CB125R と最も軽量な DO110 が意外にも同じ難易度で評価されたことが明らかになりました。一方で PCX とスーパーカブ110は現行の原付よりも逆に運転が容易であるという評価を受けています。今後は2025年11月までに新基準原付を適切に運用するための法整備と、二輪車メーカーによる製品開発が並行して進められることになるでしょう。ネットの反応。ここからは2025年問題や新基準原付についてのネットでの反応をいくつか紹介します。原付免許で 125cc の限定バイクを運転できるようにすることには、排ガス規制の事情がある以上は反対はしません。ただ実際問題として、現状の原付バイク免許の取得方法を厳しくしなければ、今よりも危険な無謀運転や無法運転が増えてしまうと思います。ペーパー試験だけでなく実技試験も導入し、かつ既存の原付免許取得者に対しても免許更新時に実技試験をパスすることを更新条件にするべきだと思います。月決め駐輪場を契約している人は大変だよね。車体寸法が大きくなるので、これまでの原付 50cc の駐車スペースに収まらないよね。駐車時の占有面積が増えるので駐車料金も上がりますね。鉄道駅の周辺にある駐輪場は基本的に自転車と原付 50cc の駐輪しかできない仕様なので、施設の手直しとかしてくれるのでしょうか。
車体のサイズアップに対応すると駐輪場の主要台数は減ってしまうから、公営だと抽選が厳しくなるよね。代替えするなら車体サイズの小さなものを選びましょう。メーカーとして2人乗り用の部品は外した上で出力規制で販売になるでしょうね。その場合、工業製品の製造原価は原付1種も2種も大きくは変わらないでしょうけれども、販売価格には一定の差をつけるのでしょうかね。どうなるでしょう。商品としては世の中にあっても実質的な販売は少なくなるでしょうかね。個人的には普及の名作スーパーカブの 50cc はなんとか残ってほしいのですけど、これも難しいのですかね。原付で最も危険と思われるのは安定しない小さな車体、流れについていけない馬力のなさと速度制限です。別に原付を廃止して原付2種も乗れるという海外方式でいいのではないでしょうか。 125cc にして今と同じ制限速度や出力ではダメでしょう。速度も30キロは道路によっては危ないと思います。また出力も上げないと上り坂も遅く危ないと思う。これを機に法改正を。国内の原付 50cc バイクが2025年10月31日で全メーカー生産終了か。一つの歴史が終わるな。ネット上の反応は新基準原付に関する法改正や実際の適用に関して様々な意見が寄せられています。安全性の向上を求める声や駐輪場の問題、販売価格への懸念、規制そのものへの疑問、そして伝統的な 50cc バイクの終焉に対する惜しむ声など、幅広い視点からのコメントが見られました。新たな規制は日本の二輪車業界における大きな転換点となり、新たな市場の形成やユーザー層の拡大が期待されます。しかし、これらの変化は二輪車文化に根ざした価値観や利便性に影響を及ぼし、適用には時間と慎重な対応が求められるでしょう。ユーザーの安全を最優先に考えつつ、新たな技術や環境に優しい車両が普及できるようにしてほしいですね。皆さんの原付の2025年問題や新基準原付に関する意見をコメント欄でお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録していただけると大変励みになります。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。